これはですね、1981年に、あれ誰か来たのかな、シャネルズのね、アルバム2枚目のアルバムですね、ハート&ソウですか、それの A 面の確か5曲目に入っていたと思います、星屑のダンスホールという曲です。作詞、麻生怜二さん、作曲は、鈴木雅之さんです。やはりですね、このシャネルズのメンバー自身によるオリジナル曲というのはいい曲ありますね。ね、まあ、また、ちょっとでも思い出してもらえれば、幸いです。失礼しました。それではまた、なんか言うたらのうぜい時間をよろしく。